黒川清は、日本の医学者。君党は朝日、重光明。学位は、医学博士。内閣官房健康、医療戦略室健康、医療戦略サニオ、東京大学名誉教授、政策研究大学院大学アカデミックフェロー、特定非営利活動法人日本、医療政策機構代表理事。認定特定非営利活動法人 t e a チ h for Japan 理事。 一般社団法人、ラブ理事、東海大学医学部学部長、東海大学総合医学研究所所長、日本学術会議会長、内閣特別顧問などを歴任した。1955年に整形高等学校を卒業し、1962年に東京大学医学部を卒業した。東京大学医学部附属病院でのインターンを経て、 同大の大学院医学系研究科より博士号を取得し、アメリカ合衆国に渡った。2013年1月26日、世界経済フォーラム年次総会にて当初は、ペンシルベニア大学の医学部にて助手を務めたが、その後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の医学部に移り、上級研究員や助教授を務めた。南カリフォルニア大学の医学部にて准教授を一時、 勤めた後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に再び戻り、医学部の准教授や教授を歴任した。日本に帰国後は、母校の東京大学に戻り、医学部の助教授や教授を務めた。後に、東海大学に教授として展示、医学部の学部長や、総合医学研究所の所長を務めた。その後、政策研究大学院大学に移り、政策研究科の教授 学会などの公的活動としては、日本内科学会、日本人造学会、国際人造学会の理事長や、国際内科学会議の会長といった、様々な要職を歴任し、日本学術会議にて、第19期の会長に任じられ、第20期の半ばまで務めた。また、第1次、安倍内閣成立に伴い、内閣総理大臣の安倍晋三に要請され、内閣官房にて、 内閣特別顧問に就任した。日本で科学を担当する内閣特別顧問に就いたのは黒川が初めてである。福田康夫内閣成立に際しても内閣総理大臣の福田康夫の要請を受け内閣特別顧問を続投し第34回主要国首脳会議に合わせて日本で開催された G8 プラス5科学顧問会合にも参加した。しかし、 麻生内閣の成立時に内閣特別顧問を退任した。2011年国会が設けた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長に任命された。2013年には内閣官房の健康医療戦略室にて健康医療戦略参与に就任した。現在は政策研究大学院大学のアカデミックフェローを務めている。また、 特定非営利活動法人である日本医療政策機構の代表理事も務めている。黒川は2000年7月に日本学術会議の自然科学部門担当の副会長に就任。2003年7月には会長に就任し2006年9月まで務めた。黒川が学術会議会長の時、副会長職が研究分野別の二人制から、 活動分野別の三人制に改められた。また、黒川が学術会議会長の時、文部科学省高等教育局との二人三脚で、専門職大学院の設置並びに、専門職学位の創設、司法制度改革に連動した法科大学院の設置、薬学部六年制への移行など、アメリカ政府の年次改革要望書に沿った教育制度改革が、 次々と実施に移された。この時博士号取得者の比率を使用国並みに引き上げる方針が示され、看護学系大学院がその受け皿となって、現在は年500人ペースで看護学系博士が誕生するようになっている。また、黒川が会長職を退いた2007年には、大学における学士号の種類が従前の29種類から580種類にまで増えていた。 カンラオト政権の時の2011年12月8日、法律に基づいて国会に設置された福島原発事故国会事故調の委員長に就任した。調査は半年にわたって行われ、2012年7月5日に報告された。黒川は報告に際する記者会見の最後に、ヨハネの目視録を想起させるような予言めいたコメントを口にして会見を締めくくった。 黒川はまた、米国科学アカデミーが2012年11月に開催した福島原発事故についての公聴会に国会事故調の委員長として招聘された。専門は内科学、人造学、医療政策、科学政策などであり、その業績に対して人権9会特別厚労省が授与されている。また、東京電力福島原子力発電所事故、 調査委員会での活動に対して、アメリカ科学振興協会からアジア出身者として初めて科学の自由と責任賞を授与された。その他、東京アメリカンクラブからディスティングイッシュとアチーブメントアワードを授与されている。2007年7月11日、アメリカ合衆国保健福祉副長官代理、エリック・ハーガンと2008年11月4日、 ニューコンテクストカンファレンスにて2013年1月24日世界経済フォーラム年次総会にてありがとうございます。